こんにちは。埼玉市の株式会社生活革命です。今回は自社の、埼玉県初のロボットをより賢くするためのソフトウェアについてお話ししたいと思います。どうも、株式会社生活革命の宮沢です。私もサービスロボット向けのアプリ、ソフトウェアのことをやってますんで、中山さんの後にですね、やるのはもう非常に緊張感があって、フォーカスウェブさんっていうですね、不明そうな方がいらっしゃったんで、それを、お土産に書いてしまおうかと思ったんですけども、ちょっと浅めで恐縮なんですが、やらせていただきます。ちょっと今回はですね、いつもの増加攻撃はちょっとできないと思いまして、内容を、淡々とやっていきたいと思います。ちょっとピッチと違う内容、あるかもしれないですけど、どうかご容赦いただければと思います。希望するマッチングですね、いきなりここからかと。弊社今ロボットでソフトバンクさんの宣伝を着てですね、サービスロボット日本で盛り上げてまいりました。でそれでですね、できた仕事をどんどんこなしていってるんですけども、もう単純にですね、営業、社内開発者、社内マネジメントの候補の方が足りませんというところで、人材をご紹介いただけないかというマッチングが1点、もう1点はですね、やはり営業足りないということで、販売代理店、個人でも可能ですので、弊社のパッケージ製品やイベントの販売代理ですね、やっていただける方いらっしゃらないでしょうかということ。3点目は、企業様はもちろん、募集しておりますといったところです。で、会社概要なんですけども、弊社のビジョンなんですが、弊社エンハンスヒューマンロボティクスという、人間とロボットの実力や可能性をですね、拡張強化するということを志向しまして、設立した会社です。2014年5月に立ち上げてですね、2ヶ月後にペッパーが発表されるという運命を感じまして、ペッパー参入したんですけども、そういった形で、商材としてはですね、ロボットの能力を拡大増大させるためのシステムを提供するソフトウェア企画開発企業をやって2年になります。それを通じてですね、さらにロボットイベントの企画運営や、ロボットシステムコンサルティングの、そういったこともやってます。でですね、2015年3月、さっきビズが出たのが、ペッパーボービズが出たのが12月ぐらいなんですけど、すいません、実はその前からですね、私、9ヶ月前から、ソフトバンクさんともお話しさせていただきながら始めさせていただいていて、ですね、もう書き切れないぐらいありますと。もう埼玉県さんのね、県庁さんやですね、その埼玉県の会社様、いろんな方にご協力いただきましてですね、いろんな実績と、あとメディアの掲載とかを、させていただいて、昨年はビジネスアワードをファイナリストで受賞させていただいたり、ペッパーアトレサテライト、ペッパー公式販売取り次ぎ店、ペッパーロボアプリ公式認定企業と、三冠王と呼ばれてるんですけど、そういうものもやってるというような状況です。すみません、実績ばっかりで。で、現在はですね、最近、先行したロボットの開発の経験とかノウハウを生かしてですね、複数のロボットから選び組み合わせるシステムっていうのを求められる傾向にありまして、こちらのコンサルや自宅開発をさせていただいてます。大型ロボットの、の場合だとですね、大きくて目立つと。ただ価格が高くて、複雑材設置はちょっと厳しいねというところなんですが、例えば最近増えてきている卓上型のロボットですと小さいと、でまた価格帯が10万20万なので、複数台設置がしやすくてですね、また選択肢もちょっと多いんですよねというところもあるので、独自システムが試しやすいとかっていういろいろなんか、いいとこがある出てきたような状況がありまして、どちらにしてもこのロボットにも全部 R が入っているとソフトバンクさんの買ったチップが入ってたりとかですね、クラウドサービスに関してはソフトバンクさんが今回何もおっしゃってなかったですけど、ワトソンとかそういったものはオープンに開放してますので、そういったところとの組み合わせの中で、市場創出していけるんじゃないかと思ってます。で、商品ですね、すいません、弊社、特にパッケージソフトをいっぱい作ってるんですけど、今日一例として挙げさせていただくのが生活革命ロボット接客受付システム。接客受付珍しくないんですけど、何が珍しいかというと、ペッパー以外にも複数のロボットにも対応して、またですね、さまざまな業種様の既存システム、例えば医療系企業様、アイル様のシステムと連動したりですね、それ以外にもいろいろな基幹システムとですね、早期に連携をしてサービスを提供できるといったところが特徴でございまして、これは非常に受けていて、実は今日、武蔵野銀行様の連動システムを提供開始しまして、ペッパーが番号呼び出しをする
胸の、ですね、プリンターからレシートを発見して、順番が来ましたよ、いってらっしゃいなんて言ってやるんですけど、いよいよペッパーの、行員の代行をですね、やっていくというような状況になります。で、今回の趣旨に戻るんですけど、まあ、そういった発見戦記以外にもですね、弊社いろいろ発見商材あります。ちょっと NDA ベースであると、ちょっと公開できないようなタイトなものがすごいあるんで、本当はここでお知らせしたいんですけど、もし販売代理にご興味ありましたらですね、ぜひ個別にご問い合わせください。で、また人材面なんですけど、弊社参加を検討いただく方ですね、ですね、やはりエンハンスヒューマンロボティクス、人間とロボをですね、の限界を超えていくと、そういったことをですね、やって、目標としては2020年東京オリンピックに向けてですね、さまざまな問題があります。英語とか人手不足、そういったところを解決に貢献して、10年後の社会インフラに資する商材を一つでも多く提供していく。しかもそれを埼玉からやっていきたい。ということでですね、ぜひ埼玉からの人材の方をですね、主に募集しておりますといったところです。以上でございます。すみません。よろしくありがとうございます。